はい、どうもこんにちは。今回の魚心の釣り行かれへんわですが、有明浜にやってきました。そしてですね、今回の餌はね、こちら白鯖エビ、この白鯖エビを使って、どれだけ傷が釣れるかやってみたいと思います。まあね、あの虫系が嫌いな、触れない女性方、お子さん方いっぱいおるとおられます、思われますんで、これでエビさえつけれれば多分、まあ虫が苦手な人でも釣れるんじゃないかなという、なのでエビでやってみます。白鯖エビです。はい、じゃあやってみましょう。3時間勝負です。3時間勝負でやってみたいと思います。エビ縛りスタート。ん？5回には勝てんかな。さあどうなんですかね。あっち気温来とると思う。あれよな、指針に、指針になるな。そうですね、横で5回で釣ってくれたらな。針の大きさは6号。さっきのは剣付きの8号。小さくなったっていうね。そう単純にちょっと小さめにして、小さいキスも拾っていこうと、そういうことですね。やったー、やりました。やったー、エビでキスを釣る、やりました。一匹目まず釣れるって、まず釣れるってことは証明できました。針やな、針の大きさやな。ちょっとサイズは小さいですけどね。まあ釣れるっていうことが分かったんで、今からです。まあここの海やけん、それぐらいのサイズばっかりなんかもな。そうやな、針次第やな。針次第っすね。さあ今からガンガン行こう。ガンガン行きましょう。よいしょ。めちゃめちゃ手前やな。ああそうですね。おー、ちょっとちっちゃいけど、2匹目。めっちゃちっちゃい。だいぶちっちゃいけど。さあ、どこまで数を伸ばせれるかやな。そうやな。それが問題やな。いつになく真剣で仕事中はこんな真剣だから見せるわ。見せる。
いや、ちょい、この辺りやで。うん。ロスコイ？ロスコイではない。ロスコイではない。ロスコイではないけど。サウド持ってかれようか、また。いや、キスキス、今の。シャツボーイ行くか、また。いや、そんなには大きはないけど。まあ、当たりはしだしましたね。よいしょー、ほいやりました。それでもでも一匹ずつ確実に。あ、来たお、どすこった？あ、次の当たりがないな。2回当たりがあったんやけどな。ノットンはノットると思うけど。便が来ないじゃん。そうそうそう。よいしょ、どこがドスコイやねん。うん、なんか乗っとるな。へへへへへ。いや、レンでないみたいな感じやけんな。やった、レンガ系達成。レンガ系やった。新作やな。そうやな、おもりのせいなんかな。よいしょ、砂まみれや。もう嬉しい。どれ手につかんな。よいしょよいしょ、追撃の一尾。当たったで。あー、一匹。まあでも空張りはなくなったな。そうやな。これあれやな、置いとった方がええかもしれんな。置き竿。さあ、沖竿戦法どう来るか。あとはもう願うだけや。お願いします、お願いします。お魚さん来てください、お願いします。楽な釣り方じゃがで。え、楽な釣り方じゃがで。いや、楽な釣り方やで、ほんまに。うん、ええやないですか、楽な釣り方。上等でしょう。あ、で、なんか当たりないな思ったらちょっとこう引っ張ってみる。あ、また泳いで。そうですね。で、置いとく。反応はありません。ノット。多分な、その程度。沖竿戦法。沖竿戦法。女性には特に嬉しい。当たりました。当たりました。まあ、今日の食いで推測すると、レンガ系は難しいかもわからんけど、でも、エビはなんかあんまりレンガ系には向いてない感じがするな。やっぱ餌取りに弱いし、餌持ちが悪かったら魚も、
魚が死んだ時点で、やっぱ暴れたそんだけあの餌もはぐれやすい。それぐらいシビアな餌やけん。うん、だからもう、あの、引っ張ってきよったら、何を魚がつついて、餌が外れていく。ほんだけ、沖縄にしよったら、魚がもうそのまま食うてくるし、縁でないんかないよ。ほら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 、来たで。連発や。でも来たらすぐ帰る。とにかく、一つずつ拾っていくっていう。そういうことです。しかもなんか当たりがめっちゃ多かったでしょ。そうなったな。そして魚は来ていません。どうなっとんねん。ほら。どうなっとんねん。偉そうなことよけ言うて。いやー、まあちょっとね、あの、知性、食い逃げの達人。釣れてなかった場合は、餌取りの名人。釣れた場合は、俺の腕。日はい、本日の釣果です。3時間やって11匹です。まあ、白鯛エビね、つけやすいっちゃつけやすいんですけど、まあ、釣果の方はちょっとまだ今一つなんですけど、これから一つ二つ、あの餌の方に加工していけばまだまだ可能性があると思うんで、もう一応これもう一回やってみたいと思いますんで、また、パワーアップして帰ってきますんで、またその時の動画を楽しみにしてください。白鯛エビの釣果でした。はい、はーい。